広域避難場所を示すシンボル津波緊急避難所を示す標識避難場所案内版東京都新宿区避難場所とは地方自治体が指定した災害を避けることができる施設場所のことで地震などの大きな災害時に使用される行政上の避難場所は地震などによる火災が炎症拡大して地域全体が危険になった時に避難する場所のことを指す 一時集合場所が危険になった際に、この避難場所に集団で避難してくる。その大きさは、火災の輻讐熱から体を守るためにおよそ10ヘクタール以上が必要だとされている。このような目的から、大規模な広場として、大規模公園や団地、大学などが指定されている。避難所と避難場所は相互に兼ねることができる。の内容に応じて、自治体により、 避難場所を変えている場合がある。自治体が指定している、この避難場所は地域防災計画に基づき、避難に適した比較的安全な場所が選定されている。しかし、大規模な広場等の設置は、防災基本計画に基づいて設置されていないことから、災害の種類、状況等により危険な場合もある。加えて、大勢の人数が集まるため、 各種の問題も起こりやすくなってしまうこともある。被災者が一時的に大量に発生することにより、一時避難場所にテント村が形成されることがある。熊本地震においては、地震の起きた時期が4月と、野外生活が可能な季節であったため、1ヶ月の予定で一時避難所にテント村が形成された。地震初期には、自主避難を含めた被災者が多く収容避難場所が過密となり、 車中泊をする人が多かった。が、車中泊による同じ姿勢を取り続ける健康被害、エコノミー症候群により健康を害する人が増えた。そこでアウトドア用品店と自治体が協力し、テント村が形成された。収容避難場所の過密、子供が騒ぐ、集団生活よりは快適、余震が続く中での建物に入るのが不安、ペットを連れている。 その他の事情により、テント村は被災者に歓迎された。その後、おおむね良好に受け入れられていたが、夏に向かって気温が上がるに従って熱中症の懸念がされ、余震の収束と仮設住宅が整備されたこともあり、テント村はその意義を終えて撤去された。一時集合場所とは、避難場所に避難する前に、近隣の避難者が一時的に集合する場所である。学校のグラウンド、 地域の公園などがこれにあたる。緊急避難場所と避難所について。滋賀県総合政策部防災危機管理局。2017年3月31日閲覧。避難所管理運営の指針。東京都福祉保健局。2017年3月31日閲覧。熊本地震で協力支援を展開した山のプロたち、モンベルの義援隊が。 被災地支援で活躍東洋経済オンライン2016年4月21日、テント村閉鎖へ、避難場所、住民困惑増し基調毎日新聞2016年5月18日、避難所管理運営の指針、東京都福祉保健局、2017年3月31日閲覧。ありがとうございます。